よろしくお願いします。いらっしゃい、マサです。さあ今日もね、初心者の方、級位者の方にも分かりやすく楽しく居飛車を後付け実況していこうと思いますので、ぜひね、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。さあということで、今回はですね、この3つのテーマでやっていこうと思っております。相手の打ちたいところに打つ、中盤は駒得で力を貯める、でそして、攻めの基本は数の攻めと、まあ、この3つでやっていこうと思っております。さて、相手の方がですね、これは何だろうね、ちょっと振り飛車が居飛車が分かんないんですけど、まあ、止めてきましたね、角道。まあ、ここまではやっぱり相手の方が振り飛車、まあ、四間飛車振ってくる可能性もあるし、なんか雁木とか矢倉みたいな居飛車系の可能性もあるし、ちょっと分かんないですね。まあ、分かんないときは、まあ、無難に指していく。こうなんかどっちでも対応できるような手を指しとかんといかんよなっていうところで、まあ玉囲いますよね。で、まあ金上がってきたら雁木っぽいし、まあ中飛車の可能性もあるのかな、一応四間飛車の可能性もあるのかな、ちょっと分かんないんで、左美濃の形作っといて、これだったら雁木にもいけるし、左美濃で戦うこともできるし、まあ何にも対応できるよねっていうことなんですけど、この歩突きで、まあ、中飛車かなと思ったら居飛車やってきました。まあ、ここでやっと分かりましたね。まあ、これやったら、まあ、こっちとしても威嚇左美濃やってみようかなということで、今回は、威嚇左美濃の、戦いやっていこうと思っております。威嚇左美濃ですね。この飛車先の歩交換がね、今までめっちゃ気になってたんですけど、まあなんかこう飛車先の歩交換をすることって3つの得があるって一応昔から言われてるんですよね。飛車先がまずこう1個目が通ってくる、でここの歩が手持ちになるし、この歩がいたところに例えば銀がこう出ていくことができるみたいな3つの得があると言われてるんですけど、でも代わりに一手損しちゃうんですよ。でその一手の損が序盤の駒組みの遅さを招いてしまって、それは、本当に3つの得があるのかと。まあ、3つ得はあるのかもしれないけど、一手損しているという、デメリットもちゃんとあるんで、なんか最近の、まあ、相居飛車の将棋だと、その一手損が響いてきてるみたいな話もあったりするみたいですね。さて、で今回は角をここに上がって、これは何かしらこう角がぶつかった時に自分から同角と取らなくていいようにしてる、相手から取ってきて同歩、まあ、そしたらこう玉の小瓶が自然と閉じるよねっていう、玉の小瓶の緩和になってるよねっていう、まあ、そういう角ありなんですけど、さあここで仕掛けてきました。これ右四間飛車で行ってますね。まあ歩ついて、まあ同桂、まあ歩突きが多分一番いいんですけどね。まあ今回は同桂で行きまして、この時に相手から角交換してきて、まあ同歩となると美濃囲いがなんか高美濃の一歩手前みたいな感じでバランス取れた形ですごくいいんですよね。でまあ桂馬ジャンプしていったんで銀が避ける、でここでついてきました。まあ銀で取るとちょっと銀がそっぽ行っちゃうんで、ここで相手無視してきて角ってきて、まあこれは一回逃げますよね。でこの時にここになってきたけど、これがまあ何でもないんで取られそうな歩を伸ばしつつ、まあ、これ桂馬さばく手見てますね。まあまあ B 面開拓してきてるんですけど、これは一回まあ歩成って同桂同銀みたいな感じで進むのかなって思ってたんですが、同銀だったんでこれはまあ攻め銀とまあ守備銀が交換なって駒得していきましたね。で駒得したらまあさらに駒得拡大したいところもあるし、相手の金銀ちょっとずつ剥がしていきたいよねっていうところはありますよね。で王手しながら実はここにね、俺歩打ちたかったんですよ。相手から歩打たれるとこの飛車と角が止まっちゃうところあるんで、
ここに拠点作っておきたかった。で、拠点作って置いてから馬作る。先に馬作っちゃうと、これここに歩打たれた時にこの辺ちょっと硬いんで、先に打ちたいところに打ったっていうのが、まあ、ポイントの一つですね。で、強読して、強読か本当か、銀桂交換、銀強ん銀強と桂の交換で、これは駒読してますね。で、桂馬も拾っといて駒読してどんどん力貯めてます。で、飛車切ってきたんですけど、これまあまあ桂馬打ちたいんでしょうけどね。ただこれ駒読がどんどん拡大してるんでね、どうなんでしょうね。まあまあ部分的にはこうなんか食いつかれてる感はあるけど、相手3枚の攻めなんですよね。3枚の攻めなんでどうなのと。でですよ、まあ一応ねガリガリ剥がされてはいるんですが、馬がねちょっと働きが弱い、あの攻めに対して働きが弱くて、で相手の、まあそう考えると相手の攻め駒って 2.5 枚ぐらいで、まあ歩銀金、まあ 2.5 枚ぐらいなんで、ここで反撃していきますね。これこっちの攻め駒めちゃめちゃあるんで、これは攻めが止まらんすよ。4枚、一応馬も含めると8枚の攻めなんで、これ止まらんぞという感じですよね。で、1回飛車当たりになってるんだけど、まあ、ここで桂馬取っといてって感じですね。で、相手の方は止まらないと見て食いついてきたんだけど、そうですね、まあここかな、この辺でラッシュかけていきたい。まあ働いてない遊びがちな馬をこう引きつけておいて、これだいたい詰めろかな。一応ね、馬引かなくても詰みがあったんですけど、並べ詰みがあったんですけど、それは興味ある人は読んでみてください。さあ、これは、まあ、攻めの基本は数の攻め、まあ、プラス相手の特に金を狙えっていう話があるんで、今はとにかく金を剥がしに行ってますね。まあ取って、まあ同歩に、自陣が安定してたらこれ馬切って竜突っ込んで大体寄りみたいな感じであるんですけど、ちょっとね自信なかったんで、これ桂馬打ってここの地点に数足そうとしてますね。で、うん、やっぱりこう銀打って数足してますね。今3対2なんで、これ突破確定してるんですよ。まあ、なので、突っ込んでいきます。こっから10、だいたい13手詰めかな。銀ならずで入っていって、これならずでやってるのはここに逃げられたくないってことなんですけど、で、銀打ってって、下がったら強射して簡単なんで、まあ、取ってきますよね。で、ならずで入ってって、これ避けるのも金打ちでアウトなんで、まあ、取るか避けるかですけど、避けても詰みますね。で、まあ、大体取ってくると思うんですけど、これは、ま、飛車と馬が連携してるんで、まあ、馬突っ込んでって、まあ、横なら飛車打ってなって詰みなんで、まあ、これも銀打ちからっすね。銀打って、下行ったら金やし、銀打って、上なら、まあ、飛車と馬の連携が効いてるんで、これ馬引けば、これで詰みという形になりまして、勝利となりました。はい、ありました。はい、いかがでしょうか。今回ね、右四間飛車で相手のね、雁木攻略していきました。ぜひね、高評価、チャンネル登録していただいてですね、次回の対局も楽しみにしていてください。ということで、本日もお疲れ様でした。お会いしましょう。